皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。10月上旬のある日、東京都内の閑静な住宅街。自宅から車に乗り込んだのは西田敏行76。仕事へ向かうところだった。写真あり、急性2週間前に目撃した西田さんの回復姿。11月で記事を迎える西田。近年は自身の体調問題がたびたび取り沙汰された。 米倉涼子さん49主演の人気ドラマシリーズ「ドクター x の劇場版が12月に公開されますそれに先駆け8月にファンミーティングが開催されましたドクター x で西田さんが演じるのは大学病院の院長代理という重要な役米倉さん演じる大門道子との掛け合いが見どころの一つです しかし、西田さんがファンミーティングに登壇することはなく、VTR でメッセージが届けられました映画関係者。西田は1年、首の骨が変形して手足のしびれが起こる頸椎症性脊髄症を罹患。3年には心筋梗塞で緊急入院した。16年には自宅のベッドから転落して頸椎や脱臼。さらにその直後、胆脳炎が発覚した。 近年の出演作では21年1月期のドラマ「俺の家の話」TBSK では車椅子を使用する役22年の NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも座ったシーンがほとんど撮影中にうずくまってしまうこともあったようです19年には長年司会を務めた探偵「ナイトスクープ」ABC テレビ系を降板していますし かなり体調は悪いものと見られていましたスポーツ指揮者21年2月には女性セブンがドラマの撮影の合間も西田が車椅子に乗る様子を報じている最後に公の場に姿を現したのは22年2月出演した映画の舞台挨拶だったがこの時西田は杖を握っていたそして10月8日西田は約2年半ぶりの会見に臨むという 劇場版「ドクター x の制作発表会見です。西田さんは昨年の撮影現場でも車椅子や杖が手放せないほどの状態で、時短で撮影が進められました。それでも西田さんは、弱々しい姿は見せたくないという俳優としての矜持を持っています。そののため今回の会見ででも登壇直前まで西田さんが車椅子だと想定し 舞台に上がる直前までお客さんから見えないようにパーティションで隠す方法などを準備してきたといいます。前出映画関係者。足腰の状態が万全ではないながら、次回作が控えているという。西田さんは来年1月期のドラマに出演予定です。率直に言えば、西田さんは体調の問題から演じる役にも制限があります。しかしかそれでもも西田さんに演じてもらいたいといたとう声は多く 断続続的にオファーがいいいいてていると聞いていますテレビ局関係者西田が不屈の俳優魂を見せるのには最愛の妻の存在が西田さんは所属事務所とは別に個人事務所を持っており4歳年下の奥さんが個人事務所の社長を務めています満身創痍になりながらもドラマや映画への出演を続けていますがこれには社長である奥さんの意向も強く関わっているようです 前出テレビ局関係者。というのも、西田の妻は俳優、西田敏行の大ファンだというのだ。71年、西田さんが所属していた劇団に研究生として奥さんが入ってきたのが出会いのきっかけでした。同棲を機に奥さんは劇団を退団。西田さんの下積み時代には喫茶店やブティック、時にはスナックで働いたことも。西田さんを敬愛しているからこそ、 献身的に支えてきたのです全室テレビ局関係者全室のスポーツ指揮者も言う奥さんもかつては女優だっただけに役者にとって撮影現場は生きがいであることをよく理解しているのでしょうそれに人気商売ですから仕事のオファーは精神的な安心感にもつながります奥さんは仕事が西田さんの最大の良薬になると考えているのでしょう 西田もその思いに応えるかのように、回復に励んでいるようだ。冒頭、本誌が目撃した西田は杖も車椅子も使っていなかった。妻に寄り添われて介助を受けながら、一歩ずつゆっくりではあるが、自身の足で歩いていた。西田さんが出演予定の1月期のドラマは、主演が唐沢俊明さん、61、共演には鈴木穂奈美さん、58、7を連ねます。 西田さんはこの2人とは昨年放送されたドラマ「フィクサーシーズン2」「ワウワウ」でも共演しており気心の知れたメンバー西田さんもかなり気合が入っているそうです劇場版「ドクター x の撮影現場でも西田さんはアドリブで現場を盛り上げるなど大御所ながら明るい雰囲気作りを心がけていましたこうした人当たりの良さもオファーが続く秘訣なのでしょう全室テレビ局関係者 19年に西田がナイトスクープを降板して引退がささやかれた際、妻は本誌の取材にこう語っている。主人は死ぬまできっと現役です。お仕事さえいただければ続けていきたいと思っているんじゃないかしら。一方の西田もかつてこうコメントしている。まだまだ表現者としてのポテンシャルを探ってみたいと思うんです。スポーツ報知17年3月31日。妻の もっと働いてこれは西田にとって失責ではなく車椅子からの回復を導いた愛の無知だったどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう